みなさん、こんにちは。ソリミちゃんのよしほです。はい、というわけで今回ですね、学校では習わないインドの掛け算を今回やっていきたいと思います。この前計算ドリルで分かんないところがあって、パパに教えてもらってやり方をめちゃくちゃ分かりやすい方法があったので、今回はそれを紹介していきたいと思います。じゃあ最初に 12×23 をやっていきます。で、まず12を1と2に分けます。1と2です。で、次に23を2と3で分けます。で、そしたらここをここでピンクと紫の線が合わさってるところを数えていきます。そうすると1つ2つ3つ、1、2、3、4、5、6で6になります。で、次にここの2つとここを数えていくので、こうやって数えていきます。1、2、3、4、5、6、7で、ここが7になって、最後ここを数えて1、2なので2になって、ここの数が276になります。合ってます？合ってますよ。簡単、めちゃくちゃ簡単、ね、数えるだけだよ。だって、ね、これは誰でもできそうだねできそう。由来あ、映っちゃうはい、32×34 やってみよう。はい、まず3と2に分けて、で、次に34の計算で3と4に分けて、で、まずここのところを数えて1、2、3、4、5、6、7、8で、ここが8で、で、次にここを数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、18で、ここが1、2、3、4、5、6、7、8、9、9で、でもここ2桁になっちゃうので、ここの位をこっちに移動して9じゃなくて10になります。で、ここが18じゃなくて8になります。で、ここの 32×34 の答えは1088。レッツゴー。友達とかに教えてみてください。それでは、バイバーイ。グミ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 ベア。